お疲れ様ですそれでは33週,週目の振り返りをやっていこうかと思います33週目のまとめになりますね日付にして14日8月14日から8月18日なんですけどもこの週の特徴っていうのは口先介入が入るかな っていうところで、月曜日に入ったわけですよね。まあ、ですんで、介入があることをいつも覚悟しながら、警戒しながらの一週間だったということでございます。価格にして145円から146円のところうろうろしたわけですけども、やっぱり146円になるとね、介入の運気が高まってくると。しかも実際の介入というよりも、口先介入があるかな、ないかなって感じで、多くの投資家さんも注目していたんではなかろうかと思います。その中で、介入に、 至るような大きな動きがあると考えられていた材料を一番最初におさらいしました。15日の GDP。これ日本ですよね。そして18日は CPI。アメリカでは f o m c が16日ということで、この3日間に、えー、材料ってものがありましたんで、こう警戒したわけですけども、結論から言うと、この材料に大きな変動はちょっとね、見られなかったってことですよね。ですんで、テクニカルの中で、 介入というものを背景に投資家さんの心理だけが値動きに関係したかなというふうに大筋では見ていきました。で、月曜日なんですけども、月曜日ね、これは特別公開編でエフクスオリガーヒの講義を、まあ一般の、一般のというかね、即家塾限定動画をご覧の皆様にもお見せしたんですけども、145円で口先介入がありましたと。それからしばらくは144円台に入るまで、警戒を介入しながらの トレンドを見ていかないといけないかなっていうところで特殊レンジならぬ特殊トレンドというね名前を付けさせていただいて、えー、こういうふうな意識を暫定的に持ったってことですよねその辺をこの何ですかね月曜日ですか月曜日に公開したよってことですはいそして同じ月曜日なんですけども、えー、ちょっとちっちゃくて画面がねすいませんけども口先介入の影響はすぐ出ましたよと えー、急反発しして50ピップソードを下落したででしょってことなんですよただ全体的な上昇トレンド特殊トレンドっていう言い方をしましたけども上昇トレンドなんでこの50ピップスはすぐに解消されるってことになるんですけどもね145円台前半にあった時に、えー、大きな下落が起きたってことね皆さん確認していただけたと思いますで火曜日に日は進みます特殊トレンドっていうのをね改めてここで宣言しました 基本的には上昇トレンドに乗ってるところなんだけどもでも介入があるかもしれないよと口先介入が一旦月曜日145円だったんで派手に上昇するようだったらさらに口先介入が入って多くの投資家さんが資金を引き上げる、まあ、そういうふうに投資家さんお互いにお互いを警戒したような感じですよね、まあ、そういうふうなね複雑な状況に入るってことですよねえそして同じ火曜日なんですけども そういう時にどういうふうに攻めていけばいいか通常でしたら横ばいが仕込み時なんですけどもえ口先介入が入ってね一気に資金を引き上げる投資家さんがいちゃいけないので普段よりもちょっと弱めのね0.5でエントリーしましょうよってことですそれからやっぱりこういう中でも稼いでいかないといけないリスクが取れる方は10ピップ追加でも細かく利食いをしましょうってことをお話しましたこれもよく出てくる戦術ですよね 特殊トレンド特殊レンジの時には、こういう風な形で、ちょっとでもね、利益が出たら、リスクリワードに関係なくもうね、えー、利益を確定させて、細々と稼いでほしいなと。こういう時のリスクリワードは、例えば、いつもが3対1だとしたら、1対3という風に逆転するのも手なんですよ。はい。で、次水曜日です。水曜日になってくると、ちょっとした特徴が見えてくるんですよ。というのがね、19時以降は、 報道の方もちょっとね、おとなしくなりますので、口先介入が入りにくいんですよね。だから、一時的には含み損を抱えても、上昇トレンドが19時以降は強くなるのを、まあ、期待してですね、我慢強く待つってことになります。まあ、そうするとね、実は火曜日にもその特徴が出ていて、水曜日もそうだったってことがわかるんですよ。だから、次の日もね、木曜日も、19時以降の上昇の伸びに期待しようかなっていうふうになりました。 そして、えー、木曜日です。実際に本当に19時以降は上昇するのかなと。まあ、あの、口先介入があるような警戒をするときっていうのは、本当に年に一回出会えるか出会えないかってことなんで、まだね、うん、確率を取れるほどの回数までは踏めてないんですけども、ま、あでも今回、未来のためにね、ちょっとそこを挑戦しようかなって形で、安値高値を決めながら、19時以降の買いにね、 ちょっとトライをしてみようかと思いました。もちろんこれリスクが高まりますんで、皆さんにはお勧めしなかったんですけどもね。で、これが16時半なんですけども、19時以降に今、今含み損を書いてますけども、結局こういうふうにね、戻ることを期待しております。現在の値段が146円の283ですから、146円の後半、中盤から後半になるまで、うん、まあ中盤、後半までいかなくてもね、後半というとこう突き抜けちゃいますから、まあ146円の、 4050あたるまで来たら、ー含み損が含み益に変わるかなってところで見てますね。はい。で、実際に、これ金曜日なんですけども、145円の後半まで伸びました。ね。ここから、これはね、あの、特殊レンジだったところですよ。そして今、特殊トレンドを見てるわけですけども、ここの水準を超えて、一応ね、19時以降に伸びはあったかなっていうところです。うん、で、新局面。 一時レンジっていうのがありますけども今ね伸びたんですけどももうそろそろ限界かなと思って資金を引き上げた投資家さんがいたんでしょうここが頭打ちになってちょっと横ばいになってきたってところですだから一時的にレンジになるんじゃないかなとそして新局面ですよここからさらに上昇するということも考えられますけどもそれはあくまでも新しい局面に入ったってことの上昇です今までの延長ではなくてねで上昇する可能性は非常に低い えー、それは介入に警戒してるからです。だから、横ばいでうろうろするか、もしくはね、もう資金を逆回転させる。まあ、そんな流れが一時的に起きるかもしれないなと思ってます。それが金曜日ですね。はい、金曜日も色々分かることがあったんですけども、金曜日はセルで取れるんじゃないかなと思って、セルで入れました。そして、少なくとも、ここまでは下落するんじゃないかなと思って、セルの決断をしたのと、もしさらにここを抜けるようだったら、 まあ、一時的にですけどもね、ずっとじゃないですけども、基本的には円安はまだまだ全然容赦なく、160円あたりまで進みますから。でも、一時的に下落に向かうことはあるわけですよ。その一時的が、ここを超えたら、さらに、えー、時期を伸ばしてあるんじゃないかなと思っているわけなんですよね。それが金曜日の考え方でした。で、結局セルで取れたわけなんですよね。おかげさまで、ここまで、 下に行くだろうと思っていたのは行ったわけですよね。一旦はここで理覚したんですよ。ここで理覚して、そこから反発したんだけども、下落トレンドってものを疑っていたら、本当に下落トレンドが起きたということで突き抜けましたね。だからこれが、下落に向かうんじゃないかなっていう疑いがさらに強くなって、34週目に、えー、伝わるということになります。来週はね。 もしかしたらセルの連発で一週間過ごすかもしれないなと今の時点では思ってます。はい、それではあ33週目のまとめ以上でした。材料もしっかり確認しながら進めていきましょう。